マフラーはうるさくて近所からクレームが来ないのか。今日は、6月6日、今夕方の6時20分なんですけど、沖縄県の気温は31度、とても暑いです。今オープンにしてるんですけど、暑いんでエアコンもつけてます。はい。で、前回の動画で髪を切るっていう話をしたんですけど、切りました。あの後すぐ速攻で切りました。そしてもうこの短髪に戻ったんですけど、一言言わせてください。ただいま。はい。というわけで、ちょっと今日はコペンのこのマフラーの音が、うるさくて近所からクレームが来ないのかっていう話なんですけど、コペンは、純正のマフラーでもちょっと低音が効いてて、普通車よりは全然いい音出してるんですけど、まあそれじゃちょっと弱いっていうことで、この車はロッソモデロ、コルバッソ TIC っていうのかな、そういうマフラーに、交換しています。そしたらもううるささが倍増というか、かなりブンブン音が大きいです。ディーラーで、この車メンテナンスパックで定期的に見てもらってるんですけど、まあ、そうなると、車検もしかしたら通らないかもしれないですっていう話はよくされています。まあ、一応そのロッソモデロの、サイトには車検対応って書いてるんですけど、まあ、どうなるか分かんないんですけど、まあダメだったらダメだったで、一応純正のマフラーは普通に取ってあるので全然問題は、車検は問題ないんですけど、まあ、この今ブンブンって音鳴ってるんですけど、このうるささですよね。例えば住宅街のに住んでいる方なんかは、まあ、近所とのトラブルというか、まあ、そういうのがすごく気になって帰れないっていう人もいらっしゃると思います。まあ、実際僕がこれを帰る時も、まあ、ちょっといろいろネットで検索してた時に、うちは住宅街でうるさいので、住宅街で静かなので、ちょっとクレームが出ちゃいましたとか、まあ、そういうのも、見たことがあります。で、まあ、我が家の場合はどうなのかと言えば、まあ、我が家は、住宅街ではあるんですけど、我が家が一戸建てで、まあ、こう4方にこう囲まれている状態ではあるんですけど、1箇所が居酒屋さんで、もう逆の隣が、普通の一軒家で、あとこっちとこっちなんですけど、こっち側は居酒屋ですね。あれ、居酒屋、民家、あとラーメン屋さんだ。そうそうそう。4方のうち、3方が、飲食店ということで、まあ、全然問題なく、むしろ居酒屋の方がうるさいんで、全然問題なかったんですけど、その一つの居酒屋さんが潰れちゃって、今、分譲マンションを建設中になってます。まあ、昼は全く問題ないんですけど、夜はやっぱり、まあ、住宅街の入り口みたいな感じではあるので、まあ、夜は静かな状態なので、一応僕も、この車で出かけて夜、家に帰るときはこうやって、家が近づいたらもう閉めちゃって、で、着いたらすぐエンジンを切るっていう風な感じにしています。隣の民家の方も、まあ、昔から知ってる人で、
よくしてもらってるので、まあ全然クレームとか今全然ない状態なんですけど、もうじきできるっすね。もう多分あと1ヶ月ぐらいではもうできると思うんですけど、分譲マンションなんで全部、もう多分売れてるはずです。で、まあ、そこに入ってきたマンションの人がうるさいっていう風に、まあ、クレームを出さないかなっていうのがすごく怖いです。で、今回なんでこの動画を撮ったかって言えば、ちょっと僕、まあ、そういう知識がないのでわからないんですけど、まあ、知ってる方がいらっしゃったらちょっと教えていただきたいんですけど、そもそも僕今の、家にもう8年ぐらい住んでるんですけど、まあ、8年ぐらい住んでて、で8年後に、目の前に分譲マンションが建ちましたと。で、まあその分譲マンションの方が後から来てるじゃないですか。なのでもしクレームが出た場合、いやそちらが後から来たんでしょみたいな感じでこう飲まれることができるのかっていうのが、とても重要なポイントになってきています。どうなんですかね、こう後から来てこううるさいってアピールされても、いやこっちは困りますよみたいな、そういう風に言うことができるのでしょうか。その辺ちょっと知ってる方がいらっしゃったら、教えていただければと思います。はい、今回は以上になります。